皆さん、こんにちは。川彩子です。今回は秋にぴったりなテラコッタメイクをご紹介していきたいと思います。秋といえばブラウン系が多いと思うんですけど、ブラウン系は飽きてしまったという方におすすめなのがテラコッタメイクです。テラコッタ色はブラウンと赤とオレンジが混ざった絶妙なカラーなんですけど、このカラーが垢抜けたような印象を作ってくれるかなと思います。今回は誰でも真似しやすいような秋にぴったりなテラコッタメイクをご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。ではスタート、はい、今回は秋メイクということで秋らしいメイクをしていきたいと思うんですけど、その中でも今回はテラコッタ色を基調としたメイクをしていきたいと思います。テラコッタ色というのはブラウン色とオレンジとレッドが混ざった絶妙なカラーなんですけど、ブラウン色よりも濃すぎずに垢抜けた印象のメイクに仕上がるかなと思います。今はベースメイクとアイブロウメイクまでしています。なのでまずはアイメイクからしていきたいと思います。まずはじめにサナエクセルリアルクローズシャドウ CS01 番を使っていきます。このカラーをまぶた全体につけていきます。付属のブラシを使ってまぶたの中央から左右そして眉下に塗り広げていきます。続いてこちらのカラーを目頭側につけていきます。目頭側にハイライターとなるホワイトパール色をのせることで目の立体感がアップします。続いてマジョリカマジョルカシャドウカスタマイズの BR583 番を使っていきます。こちらは赤茶っぽいくすみ感のあるカラーにラメ感が入ったアイシャドウになります。こちらのアイシャドウを上まぶたの目尻側と下まぶたの目の際につけていきます。小さめのブラシを使って目尻側から黒目の上まで伸ばしていきます。そして周りにも少しぼかしていきます。下まぶたは目の際に細くラインを引くように引いていき、そこから周りに優しくぼかしていきます。続いてはアイライナー、キャンメイクのラスティングリキッドライナー02番を使っていきます。こちらはこのようなダークブラウン色のリキッドライナーになっています。これを黒目の外側の縁から目尻側に向かって目の際に細いラインを描いていきます。目の際に細くラインを引いていくのですが、この時一筆書きではなく点をつなげていくように徐々に線を伸ばしていくと綺麗に描くことができます。そして目尻側にも少し伸ばしていきます。続いてビーラーで上まつげと下まつげを上げた後にマスカラをつけていきます。マスカラはキャンメイクのクイックラッシュカーラーブラウンを使っていきます。こちらは通常はマスカラ下地なんですけど、このようにしっかりと色もついていて繊維もたくさん入っているので、今回はマスカラ下地じゃなくてマスカラとして対応していきます。根元から毛先に向かってまつげを持ち上げるようにつけていきます。さらに目尻側のまつげにもしっかりとつけることでパッチリとした目元を作ることができます。下まつげは強くつけすぎてしまうとダマになりやすいので、優しく溶かすようにさっさとつけていきます。次はチークです。キャンメイククリームチークのアーモンドテラコッタを使っていきます。でこちらはこのようなクリームタイプのチークになっています。でこちらはクリームタイプのチークになっているので、パウダーファンデーションよりもリキッドファンデーションやクッションファンデーションなどとの相性がいいかなと思います。でつけ方の順番なんですけど、下地ファンデーションフェイスパウダーっていう順番があると思います。でこのクリームチークを使う順番としては、ファンデーションとフェイスパウダーの間につけていきます。指にとって少し手の甲でなじませてから頬につけていきます。で徐々に周りになじませていきます。でチークを入れる位置としては、頬の中心からこめかみに向かって入れていくといいかなと思います。はい、そして最後にリップです。ロレアルパリカラーリッシュモイストマット N の304番を使っていきます。こちらはオレンジがかったようなブラウン色をしています。で少しセミマットな仕上がりです。まずは下唇の中央から左右に向かって塗っていきます。そして上唇にも塗っていきます。はい、これで秋メイクの完成です。目元は目尻側と下まぶたにポイントとなるテラコッタ色をのせました。さらにブラウン系のアイライナーとマスカラを使うことで目元を引き締めました。リップはセミマット×ブラウン系で秋っぽさを出せたかなと思います。クリームチークを使うことでじんわりとしたテラコッタ色に仕上がりました。目元と口元にポイントを置いた秋らしいテラコッタメイクに仕上がりました。いかがでしたか？今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が秋メイクの参考になれば嬉しいです。この動画が少しでもためになったなと思っていただけた方は、高評価ボタンとチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。コメントからご質問やご要望もお待ちしております。
インスタグラムではメイク情報やおすすめのコスメの情報も更新しているので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。